ワウワウオリジナルミュージカルコメディー、福田雄一、井上芳雄グリーン&ブラックスの38が20日、午11時に放送されるのを前に、出演する、井上芳雄、海宝忠志陣、今夏美からコメントが到着。さらに、4月の放送時にも実施した、みんなで、グリブラを見よう企画を、今回も行うことが決定した。38のミュージックショーのコーナーは、井上による、ヨユアソング、ムーランルージュより、新型コロナウイルスの影響により全公演中止となった、ミス・サイゴンより、海宝直人と、今夏美による、サン&ムーンの2曲をお届け。ミュージカルを上演する劇場の楽屋を舞台にしたミュージカルコメディのコーナーでは、井上が幼い頃に憧れの俳優鈴木聡麻にファンレターを書いたエピソードから珍展開が巻き起こる。ゲスト出演者は岸裕二、城田優、鈴木聡麻、浜田めぐみ、五十音順。おうちにいながら劇場気分で、みんなで番組を楽しみながら盛んり、上がろう、という趣旨の、みんなで、グリブラを見ようは、番組を、リアルタイムで視聴しながら、みんなで、グリブラの、ハッシュタグをつけてツイートする企画。番組公式、ツイッターアカウントでも、放送時間中は、リアルタイムでツイートを行い、収録中の未公開写真を投稿する。井上芳雄のコメント。もともとミュージカルの曲ではないんですが、ブロードウェイで昨年開幕したムーランルージュのメインの曲になっているので、ちょっとアレンジも舞台版に近づけてドラマチックになっています。全編英語の歌詞というのは結構難しいんですが、一曲ぐらい、チアレンジする曲がないと、と思って頑張りました。海宝直人のコメント。今回、キム役の今夏美さんとミュージカル、ミス・サイゴンより、サン&ムーンを歌わせていただきました。この作品は19歳の時にアンサンブルとして出演をしていた作品で、個人的にもとても思い入れのある大切な作品です。その中から今回歌わせていただいた楽曲は、劇中で出会ったキムとクリスがお互いの存在に希望を見出し、極限の環境の中で歌われるとても美しいデュエットです。今回はクリス役を務める予定でしたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、全公演を中止することとなりました。しかし、またいつの日か皆様にライブ、エンターテインメントをお届けできる日が来ると信じております。音楽や笑いが皆様の日々を生きる力になれば何より幸せです。グリーン&ブラックス、どうぞお楽しみください。今夏美のコメント、皆様お元気でいらっしゃいますか？この楽曲を収録した時はまだ稽古に入る前だったので、とても新鮮な気持ちで歌えたとともに。これから稽古をして、開幕に向けて、どんどん深めていきたいねと話をしていたのを思い出します。結果は中止という形になってしまいましたが、劇場がまた私たちとお客様をつなぐ場所になるよう、今は未来のために自分のできることをしたいと思っております。そして、すべてが収束したら、願わくば舞台上でキムとして、この楽曲を歌える日が来れば嬉しいです。番組をご覧の皆様が、このサン&ムーンで少しでも作品を感じていただけますように。